皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。カプコンより1993年11月5日に、ファミコン用ソフトとして発売されたアクションゲーム、ロックマンシリーズのファミコン最終作。ステージスタート時のボスキャラ紹介では全身と、キャラクター名のほかステータスも、表示される。また、ボス部屋が2つ存在するステージがある。隠しアイテムとして通常時に、武器エネルギー回復アイテムを、取ると残存エネルギーの少ないものから順に、回復してくれる、エネルギーバランサー、が、登場する。ストーリー、度重なる DR、ワイリーの世界征服計画に対抗すべく、平和を目的とした世界ロボット連盟が発足。数々の対ワイリー戦闘ロボットが制作され、その中で特に優れた8体のロボットが集結、ナンバーワンを決めるロボット選手権が開催された。しかしその8体のロボットが、X 財団トップにして、ロボット連盟総帥の謎の、老人、MR-X、に、奪われてしまった。なんと MR-X は、DR、ワイリーおかげで、操りあまたの世界征服を、企てた真の黒幕であり、もうワイリーを使うまでもないとついに、自ら世界征服に乗り出したのだ。MR-X の野望を、阻止するべくまたもロックマンの、戦いが始まる。概要、ファミコン版、ロックマンシリーズ、最終作。特徴、基本システムは前作とほとんど、変わっていない。チャージショットは前作が、多すぎたためか今作ではちょっと、弱体化しているが、それでも強力。雑魚敵に限り、攻撃を当てた後の無敵時間が、ロックマン5、ほど長くはなくなり、ロックマン4、までと同様に、連射が役立つ場面は少なくない。また、前作よりも使いやすい特殊武器が、増え、前作とは違ってチャージショット一辺倒の、バランスではなくなった。なお、今作の特殊武器は、雑魚敵や中ボスに対して破壊、一部の例外があるものの、基本的に威力が武器ごとに、固定となっている。公式イラストでは投げつける武器であるはずの、シルバートマホークなども射撃モーションで、発射する。前作に登場した、M 艦、は、廃止された。ロックマンワールド4に登場したアイテム、エネルギーバランサーが登場。とあるステージの隠し部屋で入手できる。選択8ボスステージのうち、進行ルートによりボス部屋が2箇所存在するステージが全部で4つある。どちらのルートでクリアしてもそのボスが持つ特殊武器は入手できるが、特定の方を倒すと、ビートプレート、B、E、A、G の4種類のうち、いずれか1枚を入手でき、4枚すべて集めると前作にも登場したサポートメカ、ビートを呼び出せるようになる。基本的に雑魚敵を一撃で倒せるようになったが、前作では一撃につき2メモリだったエネルギー消費量が、雑魚敵の体力依存になり、中ボスやボス敵を攻撃しなくなった。しかしラスボスすら撃破できた前作の、ビートが強制不足であると言えるので、むしろ要強制であると言える。プレートを持たない側のボスを、先に倒した場合、後で同ステージに再挑戦して、改めてプレートを持つ側の、ボスを倒せば、ボスを2回倒さなければならないものの、プレートは手に入る。
これと逆の順序であれば、プレートを持たない側のボス部屋に、突入した時点でステージクリア扱いとなり、その部屋を含め同ステージにハモうボスは、いない、ボスを一回倒すだけで良い、パワーロックマン、と、ジェットロックマン、今作の2要素として、ラッシュコイル、ラッシュジェットと、入れ替わる形で、サポートメカ、ラッシュ、にロックマンとの、合体機構が追加された。合体形態は2種類ある。一つは、パワーロックマン、射程は犠牲になっているものの、チャージ速度と攻撃力に、優れ、チャージ攻撃は特定の、ブロックを破壊できる。また一部の敵の防御を、貫いてダメージを与えられる。もう一つは、ジェットロックマン、エネルギーの分だけ殻を飛ぶことができる。縦方向への上昇に、優れるものの横方向への、飛距離はそれほどでもない。エネルギーは着地するたびに、自動で回復する。それぞれ特定のステージを、クリアすると合体できるようになる。ちなみに合体中はスライディングができず、ジェットの時はバスターのチャージも、できない。今作のボスキャラデザインコンテストは日本のみならず世界各国でも、開かれた。ナイトマンとウィンドマンは、日本人以外の応募者が、デザインしたものが採用されている。そのためか、今作は、世界各地で戦う、というワールドワイドなストーリーとなっている。ウィンドマンなどは、そのために原案ハガキには、書かれていなかった中華仕様の、姿にアレンジされている。評価点。難易度に適切なメリハリがある。前作と違い特別な操作が必要とされるシーンもないので、ロックマン自体のアクションを駆使して進めるのもポイント。もちろんロックマンシリーズにおいてなので、初見では十分に手応えがあり、難易度にメリハリがある。特定武器、アイテム依存ポイントの配置。これまではラッシュや特定アイテムがないと移動が不可能、困難なルートが多かったが、今作では別ルートの分岐点や隠し通路に配置されるようになり、全体的に元のままでも、ビート、エネルギーバランサーの入手を無視する場合は、8ボスに到達しやすくなった。今作の任意入手アイテムは、なくてもクリアが困難になるほどではなく、また入手する手間と効果が合わない様なものでもない。最短クリア、あるいはやり込み重視のプレイヤーにも適しているので、取捨選択がしやすくジレンマにもなりにくい。武器のバランス、使い勝手の良さ、チャージショットのマイルド調整と、特殊武器の利便性アップにより、4に匹敵かそれ以上に、両武器のバランスが良い、前作の癖が強く、画面上に1発しか撃てない割に、画面上に長時間残り続けるような仕様の、特殊武器は鳴りを潜め、ほとんどの武器が2連射以上が可能で、癖が少なく使いやすい武器が揃っている。高い位置の真上の敵を気軽に狙える武器がなくなってしまったことだけが惜しいが、この点はビートを取得することで解消できてしまう。ヤマトスピアやパワーロックマンのチャージ攻撃など、敵のガードを崩す武器が追加されたことはゲームテンポ向上に繋がっており評価点となる。BGM も高品質。特に今作は、世界各国から集まったロボットが敵という設定から、特定の国を意識した BGM も多い。後付けで中華仕様にアレンジされたウィンドマンのステージは特に中国を意識したものではなく、爽快な曲調の BGM になっている。ステージもパンダ型の敵や雷分模様があるくらいでそれほど中国的でもない。他にも敵だけでその国をイメージしているようなステージもある。ボスキャラ募集の参加賞として送られたアレンジ CD にはウィンドマンステージのアレンジ版が収録されており、こちらはピアノメインのゆったりとした曲。余談だがオープニングの BGM は日本版と海外版で違う。後に発売されたファミコン版ロックマンの BGM をまとめたサウンドトラックに海外版 BGM も収録されている。
ED 曲は、1、の、アレンジとなっているほか、ゲームオーバー BGM は、2、の、アレンジとなっている。賛否両論点。ミスター X の姿を見た瞬間に大半の人が気づいていたことだが、やっぱり黒幕はワイリー。完璧な質落ちである。にもかかわらず変装に自信満々のミスター X と正体発覚時に驚いて飛び跳ねるロックマンは、そのありえなさからネタにされることが多い。というより、世界ロボット連盟によるロボット選手権の主催者としてそれまで正体がバレずに行動できた点もおかしい。普通に考えてもそれほどの人物ならば、誰かが身元を調べようとするはず。X シリーズのシグマもそうだが、ロックマンシリーズでは、情報交換というものがほとんど行われていないのだろうか。また、X ステージの最後で敗れたワイリーは、本当の、私が負けたわけではない、と言い出す。ワイリーとして負けたわけではない、という意味なのはわかるが、自らが作ったメカを操縦して、負けておいて何を言っているのだろうか。ワイリーがラスボスであることはもはや、お約束となっているので、マンネリ防止のため制作陣も、ネタに走っている嫌いがある。案の定プレイヤー間でも、ネタにされたため全て含めて、お約束、と解釈すべきだろうか。問題点。合体演出によるゲームのテンポの悪さ。とりわけはイリーステージで顕著。合体形態になる2配置1演出が入り、ご丁寧に演出の最初の方はスキップできないようになっている。その結果、ゲームの進行を止められることになり、テンポが削がれ煩わしい。ワイリーステージではジェットロックマンを使用しないと進めない地形が多く、即死トラップが多すぎる。これに加えパワーロックマンで、障害物を除去する地点も多く、使い分けのためにテンポが遅くなる。パワーロックマンは射程、ジェットロックマンはダメ打ち負荷とそれぞれに欠点があり、スライディングのためにノーマル状態も使い分けなければならない。これらの切り替えが頻繁に必要。ラスボスはシリーズ最多の第3形態まであるものの、それほど強くない。大型ボスは、特定の場所、コックピットや、大砲部分など、を攻撃しないと、ダメージを与えられない、ということが、多いが、今作のラスボスについては、どの部分に攻撃を当てても、ダメージを与えることができる。その上大型なので、攻撃を当てる格好の的となってしまう。その分、こちらも接触を回避しづらいが、加えて全ての形態で弱点となる特殊武器が、同じなので、どうしても手抜き感を覚える。8ボスの動きが緩慢で、緊張感に欠ける。さらにゆっくりと大ジャンプを、するボスが多いので、その下をくぐり抜けて着地と、同時に攻撃、とワンパターンになりがちになる。一応一切ジャンプを、しないケンタウロスマンや、ジャンプ中に攻撃を追い回避を、妨げるヤマトマンなど、緩急はつけてある。スライディングの解悪。本作ではスライディング中に、ジャンプすることができなくなった。さらにスライディングの終わり際に、一瞬の硬直時間が、追加されている。蒸気の仕様変更により、従来の流れるように動ける操作性から、やや動きの硬い操作性になってしまった。スライディング中にジャンプボタンを押した場合、その場で緊急停止するようになっているが、この緊急停止時にも、一瞬の硬直が発生する。ジャンプのレスポンスが悪く、蒸気のスライディング以外でもなぜか、思うようにジャンプできないタイミングが存在する。崖から足を踏み外しても、カズ F の間はジャンプできる、という、現代の 2D アクションで、見られる親切設計を、この頃すでに取り入れているのだが、その影響かジャンプや地形判定に、微妙に怪しいところがある。1、ほどではないが今度は崖に、ギリギリで着地をした場合に、従来よりも足を滑らせることが、多くなってしまっており、肝心の恩恵は、あまりない。
チャージショット、特殊武器の、サウンド演出の弱体化。バグにより、飛び道具の発射音がすべて、タメなしのロックバスターの射出音と、同じで、今一つ迫力に欠ける。裏技として、ロックマンの着地の瞬間に、発射をすると、効果音軽量化処理が、打ち消しあって本来の音が、聞けるが、4、のチャージショットの、ような音で派手なものではない。総評。FC マッチかつ X シリーズ始動時期に重なる作品と考えると、リアルタイム世代にとって早や、地味で印象が薄いと評されがちではあるが、ゲーム自体は真っ当に作られた良作。異色の充実した現代においては、本家の他作品に引けを取らない魅力を、存分に感じられるであろう。難易度も低めなので前作同様ロックマンの、初心者向け。余談。今作のエンディングにおいて、ワイリーが逮捕された、という形で、ロックマンとワイリーの因縁に、一度決着がつく。もっとも、次回作のオープニングステージであっさり脱獄して、再会するのだが、なお、ワイリーが逮捕された際の、罪状が、世界征服の、罪、という謎の罪状であったり、逮捕のニュースを知らせる新聞記事に、しかし牢屋の中で脱獄用ロボットを、作っているのかもしれない、という一文があったりと、いろいろ突っ込みところがありネタにされている。後者についてはスタッフもさすがに、無理があると思ったのか、次回作では脱獄用ロボットは万一の、時に備えてすでに作ってあったことになっている。今作でのブルースワールステージの、隠し部屋にて前述のエネルギーバランサーを、くれるが、説明書によると何者かに、盗まれたと記載されている。ちなみに本作ではブルースは、ここでのみの登場であり、漫画、ロックマン4コマ大更新、ではロックマンを、待っていたがいつまで経っても、来ないのでずっと部屋の中にいるというネタがあった。コミックボンボンで連載していた池源茂と、死によるコミカライズ版では、ケンタウロスマンがなんと女性として、登場している。それに伴い頭の下は金髪の、ロングヘアというオリジナルの、デザインに加え、同じく本作に登場するナイトマンの、恋人という設定付き。が、名前にマンがついているので、ウーマンが登場した現在から見たら違和感を、覚えるかもしれない。ちなみにケンタウロスマンの弱点武器は、よりによって恋人の武器ナイトクラッシャーである。漫画の方でもしっかりと弱点武器を、使って攻略していた。その際にはナイトクラッシャー、トゲトゲ付きの、鉄球、を顔面にぶちかましていた。上述にあるようにイケゲン漫画の、方ではケンタウロスマンは女性となっている。いくら敵とはいえ女性の、顔面に鉄球を炸裂させるの流行りすぎなのではないだろうか。なお、同漫画内ではビートプレートを持っていない方のボスは偽物という設定となっており、ロックマンはケンタウロスマンとは、2回戦っている。さらに同漫画内ではフレームブラストで、サイバーガビョールを倒していると、おぼしきシーンがあるが、実際のゲーム中ではサイバーガビョールに、通用する武器はブリザードアタックと、パワーロックマンのダメ打ちである。アリが人質によるコミカライズ版では、ロックマンではなくロックマンコピーが、戦っていた。ロボット三原則を無視して、生身のワイリーを攻撃した。本作では、ステージ開始のデモでボスの、スペックが表示される。身長体重や機動力や、重量、動力源などの細かい設定を、知ることができるのだが、やけに肺が低い、ボスが多い。フレイムマンは名前通り火力発電。ケンタウロスマンはまさかの乾電池方式。ロックマンワールド5、に本作が、選ばれていない。ワールド4、未使用の本家5ボスの、特殊武器と、本作6ボスの特殊武器の、特性が覆ってしまっており、差別化が難しいことが原因と、考えられる。本作のみ、穴に落ちると死亡するタイムラグが、非常に短くすぐにリトライすることが、可能。ボスが登場する際の演出が、画面が少し暗転し、稲光のようなフラッシュと、音を発しながらゆっくりと、上から降りてきて、決めポーズも取らずにそのまま対戦となるという、他のシリーズ作品と異なる本作独自のものになっている。あまり評判が良くなかったのかは、定かではないが、この登場演出は後の、作品、ファミコン風の新作だった Q や、10でも、や X シリーズ等の、関連作品には採用されていない。異色。
他の FC ロックマンシリーズと、共に、PS に移植されている。ナビモードでは本作の曲が、アーケード版でたったの1曲、ステージセレクト、しか、アレンジされてなかったのか、ほぼ全曲新規アレンジとなっている。また、エンディング後のスタックロールでは、風よ伝えて、が流れる。6、からはプラントマンが、アーケード2作品に出演しているが、使用曲はなぜかクラッシュマンステージのものである。2、2のみ出演するケンタウロスマンの、使用曲はジャンクマンステージのものになっている。バーチャルコンソールではロックマン5までと、異なり Wii には配信されなかった。しかし、Wii U や 3DS には、前5作同様に配信されている。Wii で配信されなかった厳密な理由は不明だが、5、いや、X2 の配信時期、2011年から察する限り、翌年の Wii U 発売で、ハードの世代交代が行われる関係で、配信されなかった可能性が、高い。ゲーマーの意見、ゴーグル侍意見、総プレイ時間、相当な時間プレイしていましたので、覚えていません。良い点、前作、5、同様に難易度は低めであるものの、道中のステージが、5、よりもやや、難易度が高めであるところからして、難易度のバランスが良い意味で、取れている点、今作よりも若干早く、リリースされたワールド4とほぼ同じタイミングで、エネルギーバランサーが初登場した点、同様にワールド4とほぼ同じタイミングで、特殊武器入手時の、デモンストレーションが初登場した点。今作でラッシュと合体して、攻撃力の高い、パワーロックマン、ラッシュコイルやラッシュジェットに、変わる唯一の移動手段である、ジェットロックマン、にそれぞれ変身することが、できるようになった点。のパワーロックマンとジェットロックマンは両方とも、操作性等に制約は、あるものの武器エネルギーが存在しないので、武器エネルギーの残量を気にする必要がなくなった点。今作では世界を舞台にしているだけあって、各8ボスを意識したステージ背景や、BGM 等にバリエーションが飛んでいる点。エンディングの BGM が、各8ボスのステージのメドレーとなっている演出が、素晴らしい点。悪い点、ファミコンで6作品出しているだけあって、マンネリさが目立っていた点。今作のチャージショットであるハイパーロックバスターが、名前の割に弾が小さいだけでなく、効果音も通常のショット音と、同じでしょぼい点。今回の黒幕である MR、X がどう見ても、ワイリーであることがバレバレだった点、にも、かかわらず MR、X の、正体に驚くロックマンが、シュールでしたね。今作の唯一の移動手段であるジェットロックマンがやや、扱いつらかった点。ジェットロックマンが入手できるプラントマンステージがやや、難しく感じた点。今作のラスボスがシリーズ最多の、第3形態、ワイリーカプセル含む、まであるものの、3形態との弱点が、同じなのかそれほど強くなかった点。総合評価、ファミコンでリリースされた最後の、作品であるロックマンシリーズの、6作品目で、ファミコンで6作品リリースされているだけあって、マンネリさが目立っているところもありましたが、ファミコンにおけるロックマンシリーズの、集大成にふさわしいゲームとなっています。プラム、意見、FC ロックマンの最後を、飾ったこの作品。初プレイは小学1年生の、時でした。難易度、と、キャラクター、に、分けて評価します。難易度、包み隠さず言うと難易度は、かなりタイトル負けをしています。8ボスの歴代の中で特に、手応えが感じられない拍子抜けの、印象が強いです。ロックマン側の機能が過保護気味なのもあるでしょうが、初代からやり込んでいるオールドユーザーの、方々にはちょっと物足りない印象が、あり、やり答えとしてはいまいちな感覚が、残ります。ライトユーザーに対する配慮とも、取れますが、ゲームバランスとしてはあまりに、簡単な方に偏りすぎているのではないかと、感じます。
キャラクター、世界中から集まったとされるエリートロボットの、8体、ウィンドマン、と、ヤマトマン、の、フォームが印象的です。本作ではワイリーは、MR、X、と、正体を偽って破壊活動を、仕掛けてきますが、この所作には果たしてどういう意味があったのか、未だに疑問です。難易度の項目でも触れましたが、8ボスがタイトルと相反して、全体的に非常に弱い。ので、語り継がれるボス、章、としては、印象が弱い面もあります。総評、ゲームの内容としては歴代の、ロックマン作品の良いところを、踏襲しており、ダミーのボス部屋やエネルギーバランサー等の、アイテムで最高薬勢を、備わらせた。ところも良い評価とできます。BGM も素晴らしいものばかりです。ゲームバランスは前述の通り、正直高いとは言えませんが、無難にロックマンを、楽しむにハモってこいの本作です。評価は、とても良い、としたいところですが、難易度の手応えのなさをマイナスして、良い、としたいと思います。村人意見、とかく、難しい、と言われがちなロックマンシリーズですが、本作は下記のように難易度が、抑えられているため比較的気軽に、プレイできます。まず、ボスは動きがパターン化しており、ロックバスターダメ打ちだけでも、結構良い勝負になります。道中も特定のボス打倒で、得られるジェットロックマンの、能力、数秒飛行可能、があれば、楽に進行可能。もちろん、ボスごとの有効武器の見極めや、これまたすっかりパターン化した感のある、雑魚キャラの対処法、死んで覚えるコースの仕掛けといった、本シリーズプレイ時にも活かせる。ロックマンならではの持ち味は健在で、ファミコン末期のタイトルのためグラフィックも、美麗です。難易度が低いこと、さすがに、マリオやカービィよりは難しいですが、5と比較してのマンネリ感、はしご昇降時のスクロール速度低下から星4としましたが、それでも多くのタイトルがリリースされたシリーズのこと、今でも十分楽しめる良作です。シリーズ共通の、獲得した武器を、うまく使い分けて進む、要素は、やはり楽しいですよ。スコール意見。ボスは応募された中で規模は国内のみならず海外まで、及んだ作品。フランスでは作られなかったため欧米版のみで、プレミアがついて価格は日本円で、2万円を超える。さて内容は前作、ニューロックバスター、前々作、スーパーロックバスター、に、引き続きチャージショット、ハイパーロックバスター、と、スライディングがある。今作でのチャージショットの、形状は前作とほぼ同一だが、ダメ時間が短くなっていて、威力は高めか、ボスはシリーズ恒例個性的な8体。だが特殊武器やチャージショットを、使った時の効果音で通常の、ダメなしロックバスターの音で、統一されてる。気になる点は、それだけであるが難易度的には初心者には、ちょうどよく BGM も実にいいタイトル。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Ooh, ooh, ooh.